超吠えてる。あ、なんかすごい吠えてるね。吠えてる。ちょっと電気つけて行ってみよう。ちょっと気をつけてよ。なんかすごい、あ、なんかドア開いてるね。明るくするよ。うん、ちょっとパパから行こうか。怖い。後ろこに出てるから行くよ。犯人は誰ですか？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 泥棒ですか？犯人は誰ですか？ちょ待ってくれ、待ってくれ。私って言ってんの？知らん。もうすぐ1歳になる、知らん。犯人は誰ですか？もう本当やばいね、これ。すごいです。いいよ、こんな夢。ほら。はい、じゃあ撮影しよっか。うん。で、今日はね、ゲーム実況やるから、うん、ちょっと準備するね。うん、何のゲームするの？うん、スプラトゥーンでもやろっか。やった、イエーイ。よし、ちょっと待っててね。うん。ね、なんか変な匂いする。うん、なんか変な匂いする。本当？何？何？なんか焦げ、焦げがさ。嘘。今日焼き鳥でも買ったの？買ってないわ。焼き鳥食べな。ストーブか。ストーブ臭い。パパ、鼻詰まっててよくわかんない。待って。ねえ、めっちゃ焦げ臭いんだけど。ストーブだよ、パパ早く止めて、火事になっちゃう。止めた？うん。こっちって言ったから止めた？めっちゃ焦げ臭いんだけど。え？やば。やばいかもしれない。あれどこだっけ？これ。カメラ回してたの？あれ。やばい、ちょっとこれだ、燃えてる、これだ、これだ、溶けてる、怖いし他がない、これだ、しーちゃん、やばいね、これ、ちょっと、うん、ちょっと意味ないのね、え、どうしてテレビの下に置くの？ちっちゃい。熱くないそれ、大丈夫？もう熱くない？熱くない。うん、本当？で、毎回焦げてたのかな。もうね、熱くないから前からかもね。うん、今つけたてで焦げの匂いがして気づいてよかったよ。パパこれ寝てる時やってたからさ。そっか、寝てる時火事だったらどうする。あ、ちょっとしーちゃん来てごらん、こっち。え、何？何よ。ちょ、これ映るかな。あ、やばい、やばい、なんか燃えてる、やばい。え、どれ？ほら、ここ、うん、やばい、あ、これ結構やばいぞ。でも見たくない、ちょっとゲームやろうと思ったのに。ちょっとここのコンセント修理しないと。え、やばいじゃん、地方もいない、やばいね。ちょっとテレビやばいかな、やばくない？テレビがもうつかないかもしれない。やだ、やんだ、せっかくゲームやろうって言ってたのに。いや、それどころじゃなくない。危ないか。そっか、でも危ないか。火事になったらゲームもできないし、うん、ご飯も食べれないし、お風呂も入れないし、ね、家なくなっちゃう、寝れないし、勉強できないし、うん、ラノセル燃えちゃう。お風呂も入れないし、ね、家なくなっちゃう、寝れないし、勉強できないし、ラノセル燃えちゃう。でもリミちょっと勉強できないのは嬉しそう。ズーム。笑って。あれ危ないからね、ちょっと本当に、うん、騙さなくちゃ。うん。うん。
学校も直しましょう。直しましょう。じゃあ今日はゲーム実況をする予定だったけど、できなくなりました。ガビーン。ガビーン。ガビーン。もう寝る？何ガビーンって。教えてくれ。何それ。これ多分あれだ、ストーブがさ、電圧がやばかったのかな。電圧って？うん、あの電気の力が。おりゃー、どうしてもらったんだい。教えてくれ。何してる？疲れる。教えないとずっと。何してる？疲れた。疲れたね。